これかまどねずこじゃねえか。派手に鬼化が進んでやがる。お前上限の鬼じゃねえだろ。弱すぎなんだよ。余裕で勝つわボケ雑魚が。毒回ってるくらいの足かせあってトントンなんだよ。音の呼吸ゴロカタ名剣総統。久しいなヒルデ。相変わらずおてんばが過ぎるようだが、神代表の一人として必ず完膚なきまでに勝つ。それが貴様の望みならば、お前の覚悟に俺も全力で応えよう。小細工で俺は倒せん。ザンクトップタックル。ああだと思ったよ。ここで消えてなくなれ。こいつ実力を隠して。くそ、まさかあんな若造に不覚を取ろうとは。全く厄介なものだ武術とは。お前は俺たちが好きでこんな格好をしているとでも。俺は寿龍二郎、一材機械工学科の3年だ。サークルに同じ学科の後輩が入るのは嬉しいもんだな。可愛い後輩のために一肌脱ぐとするか。エロ本を見つけた母親はよく大人になったわねという反応をするだろう。お前一体誰に名を聞いてんだ。ここにおられるお方はかの四皇カイドウ様の腹心。三人いる災害と称される懐刀のその一人、感慨のジャック様だ。少年一人に恥ずかしくはないのか、シルバ家の者たちよ。レオの奴め、まだまだ子供だな。後でみっちり鍛え直してやらねば。こいつ魔力は宿っている。生きている人間ではない。炎創生魔法レオルゼーナ。バカめ古市、それをこれから話そうとしてんだ。おい赤ん坊、俺が本気で怒ったら地獄を見るぞ。古市。お、めっさまついた。男がギャーギャー泣くんじゃねえ、舐められちまうぞ。乱世を成り上がることこそ武士の誉れ。下克上は本懐よ。敵を知り己を知れば百戦危うからずとはよく言ったものだな。寿司の良し悪しは魚のみで決まると思われがちだ。しかし重要なのはそれだけではない。お主何故だ、何故ここまで強く。お前あいつらが真面目にスポーツやる連中に見えたか。かくいう俺もバスケ部だが、俺はちゃんと毎日顔を出している。女子の発育を見守るために。俺たちはバスケ部だけど、バスケなんかやりたくないんだ。この学校でバスケをやるのは諦めろ。七つの大罪ディアンヌ、貴様の死をもって聖戦の幕開けの鐘を鳴らそう。私は聖騎士長のドレファスだ。残念だなゴーセル、戻って来られたのは私のようだ。そして再び貴様に会うことはあるまい。